テレビでおなじみ日本共産党副委員長の小池晃参議院議員です緊迫する国会の様子をたっぷりお聞きください皆さんこんにちはご紹介をいただきました小池晃ですいつも大きな力で日本共産党を支えていただいている京都の皆さんの前でお話できて 大変嬉しく思いますどうかよろしくお願い申し上げます春の一斉地方選挙では全国すべての県で県会議員が誕生いたしました党の歴史で初めて県議ゼロの県がなくなるという嬉しい結果となりました 京都では府議会で第2党となり、京都市議会では自民党にあと3議席と迫り、京都の地方議員は5人に1人が共産党議員となりました。これは京都でも、そしてもちろん全国でも初めてのことであります。自強対決の新しい時代の最先端を走っている それが京都ですごご支援本当にありがとうございました <laughs> さてその京都の隅々から憲法違反の戦争法案ストップの戦いを広げようではありませんか戦争する国に向かう安倍政権の暴走に京都から脳の声を上げ続け来年の参議院選挙は 比例代表は全国で850万、京都では30万票で、全国8議席を目指しています。近畿では、勇退される市田忠義副委員長に代わって、大門三木氏参議院議員を、そして京都選挙区は、前回、倉林明子さんを当選させていただき、今度は、 新進気鋭の弁護士、大河原敏孝さん、選挙区から国会へ送ってください。安倍政権と対決する日本共産党を強く大きくするために、引き続き大きなお力をお貸しくださいいよろしししくお願い申し上げますす海外で戦争する国にしない。 その願いを広げていこうではございませんか安倍政権は平和安全法制などと呼ぶ11本の法案を提出しています安倍首相は戦争法案という無責任なレッテルバリュはやめてと言いますが平和安全法案という方がよほど無責任なレッテルなのではないでしょうか 中身はいつでもどこでもどんな戦争にも日本の若者を駆り立てる戦争法案にほかなりません NHK の日曜討論で私がそう指摘をしたら自民党の稲田政調会長は究極的には平和を目指すから平和法案だと言いました 当面は戦争と言ってるようなものではありませんか大体どんな戦争も平和のためと言って始めるのが世界の歴史ではありませんか衆議院の憲法調査会で与党推薦の参考人も含め3人の参考人全員が 集団的自衛権行使は憲法違反と明言いたたししました菅官房長官は、違憲ではないという憲法学者もいっぱいいると言いましたが、3人しか名前を挙げることができませんでした。あの人にとって、1、2、その次はいっぱいということなのではないでしょうか。 村自民党副総裁は自衛のために必要な措置が何か考える責任があるのは憲法学者ではなく政治家だと言いましたしかしその政治家が自尊自衛の戦争だと言って侵略戦争に突き進んだのではありませんか河村さんは憲法学者は字面に肯定しすぎている と言いますが憲法の一言一句にこだわらないような学者は憲法学者ではありませんそして政治家こそが最も憲法の一言一句に拘礼し拘束されなければいけないそれが立憲主義ではありませんか自民党はこれまで自分たちが 頼りにしてきたような憲法学者の声にも耳を傾けようとしていません安倍政権の姿勢はあまりに傲慢でありあまりに危険だと言わなければなりません先ほどの憲法調査会の参考人慶応大学の小林説名誉教授は憲法学者は何百人もいるが違憲じゃないというのは2、3人 違憲と見るのが学説上の常識であり、歴史的常識だと言いました、憲法違反の法律を国会に出すこと自体が非常識なのではないでしょうか安倍政権は憲法学者に批判をされたら、頼りになるのは最高裁だと一旦たんお蔵入りをしていた。 1959年私が生まれてもいない時の砂川事件の判決を申し出したしかしこの判決はアメリカ軍の駐留が憲法違反かどうかが問われているんです集団的自衛権を行使するなんていうのは夢にも考えていない時の判決であります大体いいこの判決が出てから50年以上 じゃあなんで自民党は集団的自衛権を行使できないと言い続けてきたのでしょうか滅裂ではありませんか、皆さん、今、安倍政権は憲法違反の法案だという根本的批判の前に、どん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 追い詰められています。憲法違反の戦争法案は撤回せよ。 この声をご一緒に上げていこうではございませんかこの戦争法案の内容には3つの大きな問題点があると思いますまず第一にアメリカが世界のどこであれ起こした戦争で自衛隊が戦闘地域にまで出ていって 軍事支援を行ううとということであります今までの自民党は、戦闘地域には行きませんと言っていた、小泉純一郎さんだって、後ろの方で水まいてるだけですと言っていたではありませんか、しかし、戦闘地域には行かないと言っていたイラク派兵でさえ、自衛隊の駐屯地に2年半で、 ロケット弾や迫撃砲弾が23発も撃ち込まれています犠牲が出なかったのはまさに奇跡と言ってよいしかも犠牲者が出ていないわけではありませんアフガンやイラクに派遣された自衛隊員のうち56人が痛ましいことに帰国後に自ら命を絶っていますいつ砲弾が 飛んでくるかもわからない戦場での緊張が心に深刻な傷をもたらしています非戦闘地域での活動ですらこれだけの被害が出ているというのにこれからはその歯止めをなくすという今までの戦闘地域にも行くし武器の輸送や弾薬の提供もやるし攻撃されたらどうするのかと 日本共産党の志位委員長が聞いたら、安倍首相は武器を使用すると言いました、安倍首相は武力行使と一体化していないから、憲法が禁止する武力行使ではないなどと言いますが、党首討論で志位委員長が、武力行使と一体化しなければ、武力行使とみなされないという 国際法上の根拠があるのかと、そう聞かれたらば、あっさりとありませんと答えました。国際社会では通用しないということをはっきり認めております。衆議院の憲法調査会では、与党推薦の長谷部康夫参考人が、他国の武力行使と一体化する危険がある、こういったのを受けて、 先ほどの小林施設参考人はこう言いました、長谷部先生が銀行強盗をして、僕が車で送れば、一緒に強盗したことになる、極めて分かりやすいのではないでしょうか。はい、安倍首相は、安全な場所でやるから大丈夫と言い訳しますが、志位委員長から、そこが一番狙われる。 自衛隊が兵站支援する場所が戦場になるではないかと言われて答弁不能に陥りました皆さん日本の若い自衛隊員が戦闘に参加し殺し殺されるそんな国にすることを断じて許すわけにはまいりません <laughs> PKO 法を変え 国連のの PKO とは無縁の活動に出ていくこれも大問題であります。危険な治安維持活動に加わり、任務遂行のための武器使用までやると言っています。こうなれば例えば、3500人近くの犠牲者を出したアイサフアフガン国際治安支援部隊にも参加できるようになってしまう。今度の法案が通れば 現実にはこうしたことが真っ先に行われるのではないでしょうかそして第三に日本がどこから攻撃されていなくても集団的自衛権の行使だといってアメリカの戦争に加わることであります皆さんしかし集団的自衛権というのは自衛という言葉ついてますが 日本を守ることとは何の関係もありません日本が攻撃されていないとき、日本の同盟国が攻撃されたときに、戦争するのが集団的自衛権。日本の同盟国、言うまでもなく、アメリカであります。よくテレビ討論に出ると、自民党の政治家が、アメリカが攻撃されたとき、黙って見ているわけにいかないじゃないかって言うんです。 でもちょっと待ってほしい、アメリカが攻撃されたときって言うけど、じゃあアメリカが世界のどこかの国から武力攻撃を受けたことがあっただろうか、こうずーっと思い出していくと、最後に攻撃されたのは、これ、多分真珠湾攻撃だと思うんです。日本がやったんじゃないですか。そこから後の戦争は、全部アメリカが勝手に仕掛けた侵略戦争。 ベトナム戦争しかり、イラク戦争しかりではありませんか。安倍首相は、無法な侵略戦争に参戦することはないなどと言いますが、アメリカの戦争に今まで一度も反対したことがない日本の政府が、どうして自主的な判断をすることができるのでしょうか、でたらめではありませんか。こんな 日本の歴史を変えてしまうようなことを安倍さんは憲法を変える手続きすら踏まずに閣議決定でそして国会で法案を強行するこういうやり方にも怒りが広がっています戦後日本の保守政治は保守は保守なりの節度をもってこういう問題に臨んでまいりました例えば 元自民党幹事長の古賀誠さんはこう言っています。人間の戦争が、人間の生命が、戦争によって失われては絶対にいけない。先の大戦の愚かさを、我が国は二度と繰り返してはいけない。これが歴代政権が踏襲してきた政府解釈の本質だ。過去の戦争への反省もなく、深みのある議論もなく、 先人や先達が積み重ねてきた選択への敬意もなく、またそれによってもたらされることへの責任と覚悟もないままに、この解釈改憲を実行するならば、将来に重大な過根を残すであろう、本当にその通りだ、私がよもや古賀誠さんが書いたものに、これほど感動する日が来るとは、夢にも思いませんでしたが、しかし皆さん、これが、 良識ある声なのではないでしょうか何よりも恐ろしいのはかつての日本の戦争が間違った戦争だということを認めない人たちが今日本を戦争ができる国にしようとしていることであります自民党の三原淳子さんという参議院議員が国会で発行一部の精神が大切だと言いました 発行一中というのは、アジア侵略のスローガンではありませんか、何を勉強してきたのか、もう一遍ぺん金八先生から、このバカチンがと言ってもらわなければいけないのではないでしょうか。<laughs> 安倍首相は、党首討論で、間違った戦争だと認定したポツダム宣言を認めないのかと志位委員長に聞かれて、つまびらかに読んでいないと。 答えを避けました、こういう無責任な態度はいけないと思います。村山談話だって、河野談話だって、自民党政治のもとで作られた、侵略戦争と植民地支配への痛切な反省とお詫び、こういう言葉を入れずに戦後70年の談話を出す、こんなことは許されません。そんな談話は 出すだけ有害、百害あって一利なしではないでしょうかドイツのメルケル首相は日本がどうすべきかとはおっしゃいませんでしたがドイツは過去と向き合ったと言っています歴史は作り変えることはできなくても向き合うことはできます日本は誠実に過去の誤りを認めてこそ 世界とアジアから信頼される国として生きていくことができるのではないでしょうかこの道進んでいこうではございませんか日本共産党はアジアの和解と友好に向かうための提案をしています一つ村山談話河野談話の否定を許さない二つ日本軍慰安婦の尊厳を回復する三つ 首相やや閣僚の靖国参拝はやめる4つ、民族差別を煽るヘイトスピーチは根絶をする5つ、子どもたちの教科書への歴史歪曲の押しつけをやめる日本共産党は命を懸けて侵略戦争に反対をしたこの歴史を持つ政党としてこのことを堂々と訴える。 責任とと資格を持つ政党だと思います共に力を合わせようではございませんか <laughs> 憲法違反の機大の悪法のために、会期延長など許されるものではありません、国会は来週水曜日、期日通りに閉会をし、廃案とすべきであります。 安倍首相は、国会に提出する前にアメリカに行って、夏までに成立させるなどと約束しながら、審議に入ったら、大臣が答弁できなくなって、審議がたびたび中断し、答弁が点し、質問してもまともな答えが返ってまいりません。審議すればするほど、世論調査では反対の声が増えております。 京都民法を拝見しましたら自衛隊基地のある舞鶴や福知山でのアンケート結果も戦争法案反対が58%と賛成11%を大きく上回っております93歳の瀬戸内寂聴さんも病を押して京都から国会へ出られ戦争を二度と 繰り返しててはならならいいと訴えています多くの知識人文化人が勇気ある反対の声を上げるこれもかつてなく広がっています安倍政権の当初の目論みは完全に破綻しつつあるそれなのに採決日程ありきで大幅会期延長など国会と国民を愚弄するのを ほどほどにしろと言おうではございませんかこの間京都弁護士会も戦争法案に断固反対する会長声明を出し街頭でも宣伝行動をされています先週13日の丸山集会には個人の立場として白浜会長が反対表明されました 明日は大学生の皆さんシールズ関西が学生デモを呼びかけていると聞いています空前の戦いが京都でそして日本列島隅々で広がっています日本共産党は悪法強行のための会期延長に反対戦争法案もそしてこの後お話しする 労働者派遣法の改悪も廃案に、この一点で野党が協力をすることを呼びかけています、院の内外で力を合わせようではございませんか <laughs> 改めて、戦争への足音が耳元で聞こえるような、そんな情勢になっています。こういうい 立ち上がらずして、いつ立ち上がるのか、私たちの小山ごと世代に、あの時の戦いがみんなの命を守ったと胸張ることができるような、そういう戦いに立ち上がろうではありませんか。日本共産党は、党の存在意義をかけ、総力を挙げて、戦う決意であります。 力を合わせて戦争法案、必ず必ず廃案へと追い込んでいこうではございませんか、そして戦後最悪の安倍政権を一日も早く打倒しようではございませんか、心から呼びかけるものでございます。共に頑張りましょう さてこれで話終わってもいいんですが、<laughs> 国政の課題は他にもありますので、お話し続けたいと思います。暮らしの面での安倍政権の暴走もひどい、社会保障のための消費税と言っていたのに、増税した途端に、医療も年金も介護もどんどん悪くしているではありませんか。介護報酬の削減で 日本中の介護労働者が悲鳴の声を上げています特別養護老人ホームなどの閉鎖なども起こっています社会保障のための消費税と言いながら医療の窓口負担入院給食費引き上げる介護保険サービスは縮小する年金は物価上昇分すら反映せずに引き下げる 生活保護にも冷たい仕打ちです消費税上げて年金を下げるなんて江戸時代の悪代官でも思いつかないようなひどいやり方ではないでしょうか <laughs> その一方で大企業には甘い甘い大減税が始まっています2年間で1兆6000億円もの減税です例えば トヨタ自動車1社だけに研究開発減税の名目で1年間に1200億円の減税がされます一方で介護報酬の引き下げで国の予算削られるのは1年間で1130億円ですたった一つの自動車会社のたった一つの減税項目のために日本中の介護労働者が苦しむ 政治が向いている方向がどう考えても違うのではないでしょうか。この上、さらに消費税10%など、とんでもありません、軽減税率、軽減税率をと、そればっかり言ってる政党がありますが、そんなに庶民の暮らしが心配ならば、増税そのものをやめたらいいのではないでしょうか。 消費税増税はきっぱり中止せよ、この声をご一緒に上げていこうではございませんか消費税に頼っていたら、財政再建も社会保障の充実もできません。だって皆さん、消費税というのは弱いものに最も重い税金です。必ず景気が悪くなって 今まさにその真っ最中にあるではありませんか。何度やっても同じことになるのに、いつになったら自民党は目を覚ますのでしょうか。そもそも税金というのは、私はお金をたくさん持ってる人、儲かってる大企業から頂い,いて、暮らしが大変な庶民のために使う、これが税金だと思うんです。ところが、今全く逆ではありませんか。 暮らしが大変な庶民や中小企業から消費税かき集め、大企業や大金持ちの減税に回している、これ、税金というんでしょうか、はっきり言って泥棒と言った方がいいのではないでしょうか。日本共産党は、税金の当たり前の姿で進めていこうと呼びかけています。増税するなら消費税ではありません。 増税するなら、アベノミクスでさんざん儲けた富裕層ではありませんか私がそう言うと、時々心配そうな顔する人がいるので、念のために申し上げておきたいと思うんですが、共産党が増税しようと言っている富裕層というのは、例えば、所得税の最高税率は、課税所得で3000万円を超える部分の税率を元に戻そうと言っています。 相続税の最高税率は、法定相続人1人当たりの遺産額が20億円を超える方の税率を元に戻そうと言っています。富裕税というのも作ると提案していますが、1人当たりの遺産額が5億円を超える方に、そういう税金を作ろうと言っています。まあ、おそらららくくこのの会場たくさんんいいいっっしししゃゃまますで人るかもしれませんが 大抵の方ははほとんど対象になならないごく一握りの目もくらむようなお金持ちが減税されている、そこを正していこうというのが私たちの提案です。大企業にも、中小企業にはないさまざまな優遇がありますから、研究開発減税、外国税額控除、こういうものを見直そうという提案です。どうか皆さん、安心して、消費税増税反対の声。 ごご一緒に挙げていいこうではございませんか。日本の経済、立て直すためには、アベノミクスと決別しなければなりません。アベノミクスで暮らしが良くなったという方に、私は今まで実は一人も会ったことがないんです。だって実質賃金は24か月連続で減っている。雇用が増えたというけれども、 増えたのは非正規雇用です。しかし、恩恵味わっている方もいます。アベノミクス、2年半の株価上昇で、資産が100億円以上増えた方が、日本中で224人いらっしゃいます。例えば、ユニクロの柳井会長ご一家は、ご家族の持ち分で、この2年半に1兆5736億円の 資産が増えていますこれを1日あたりにすると17億円です。しつこいですけど、1時間あたりにすると7000万円です。時給7000円でもすごいと思いますが、7000万円が何にもしないでも入ってきている、こんな社会はどこか間違っているのではないでしょうか。アベノミクスがももたたらしののは格差の拡大と 景気の悪化です、安倍首相は、この道しかないけど、道半ばだと言います、違うんです、この道は行き止まりです、方向転換が必要なんです。なんといっても、賃上げと人間らしい雇用の実現ではありませんか、ところが、安倍政権が昨日衆議院で強行したのが、労働者派遣法の大改悪なんです。 派遣労働は原則1年、最長3年まで、この制限を外したらいつでもどこでもいつまでも、派遣労働に置き換えられてしまう、製造業の現場などで、正社員を派遣に置き換える動きがどんどん広がるのではないかと言われている、だから障害派遣、正社員ゼロだと、労働組合が立場を超えて、 反対のの声を上げているのではありませんか衆議院では数の力で採決強行されました多数の派遣労働者が国会を取り巻いて反対の声を上げているのにこうした声を与党の皆さんは一度でも聞いたことがあるのでしょうか断じて許すわけにもありません衆議院での強行に断固抗議するとともに参議院では 徹底的に問題点を追求し。廃案にするために。力を尽くす決意です。どうかお力お貸しください。よろしくお願い申し上げます。<laughs> 残業代。ゼロ法案も。きっぱりやめさせてまいりましょう。一日八時間。週四十時間。それを超えたら残業代。これは千九百十九年に。i. L. O. が決めたルールです。 日本を100年前の社会に戻すのか、日本中の企業をブラック企業にするのか、このことが問われています。日本の未来を担う若者をすりつぶすブラック企業をばっこさせることは、この国の将来に関わる問題だと思います。若者が夢や希望が持てない社会に未来はありません。日本共産党は 国会で議席を増やしていただき議案提案権をいただいたのでブラック企業規制法案を提出をいたしました政府も重い腰を上げて不十分ながらも規制法案を成立させました京都府議会でも若者の就職に関する条例が提案されようとしていると聞きました若者の叫びが労働者の戦いが共産党の論戦が 政治を動かしていますもっと前へと進めていこうではございませんかブラック企業をなくしましょう最低賃金を中小企業支援と合わせて抜本的に引き上げるこれが景気回復の決定だなんですこの道しかないっていうセリフはこういう時に使った方がいいのではないでしょうかあのよく 日本共産党は大企業のことが大嫌いだと、大企業を潰したいと思っている、誤解されている方がいます、そんなことはありません、潰せなんて言ってないんです、嫌いじゃないですよ、好きでもないけども、儲けてはいけないと言ってんじゃないんです、285兆円ものため込み金、内部留保というのがその一方で労働者が低賃金にあえでいる。 下請け企業が苦しんでいる。こんなバカな話はないじゃないですか。このため込み金の一部でいいから、賃上げに回す、下請け代金に回す、そうすればもっとみんな物を買えるようになりますよ。トヨタの車だって、キヤノンのカメラだって、もう少し売れ行きよくなるんじゃないですか。これが私どもの提案です。私、いつもこの話をしていると。日本の大企業の将来を、 一番真剣に考えてるのは私なんじゃないかと思うこともあるぐらい、皆さん、この道しかないんです、この道を通ってこそ、日本の経済も財政も立て直すことができる、ご一緒に堂々と当たり前な経済を作る、日本共産党の仕事、ご一緒に進めていこうではございませんか、どうかよろしくお願い申し上げます原発のことも訴えます。 政府は鹿児島の仙台原発に加え福井県の高浜原発の再稼働も狙っています世界最高の規制基準を満たしたと言いますが福島原発の中がどうなってるか誰も見たこともないのにそもそも規制基準などを作れるはずがありません仙台原発の場合など周りは火山だらけです阿蘇霧島そして桜島 日本火山学会は火山噴火は予知できないと言っていますしかし安倍さんは九州電力が予知するから大丈夫だと言うんです火山学会に予知できないものがなぜ九州電力に予知することができるんでしょうか皆さん3.11から4年さらに月日も流れました今日本の原発はただの一つも稼働しておりませんでも皆さん ちゃんと電気はついてるではありませんか、ならばなんで再稼働なんですか、止まったまんまで廃炉にする、それが一番現実的で責任あるやり方なのではないでしょうか。<laughs> 震災後の国民の節電努力で、原発13基分の電力が生み出されたといいます。国民は、もう原発はこりごりだと、覚悟し、決意し、協力をしています。 決意していないのは政府と電力会社だけではありませんかそして決断してこそ再生可能エネルギーの本格的な道が開けます福島ではいまだに12万もの人々が避難を強いられその半分近くは今も家族がバラバラの暮らしを強いられていますこれが原発ですそれを最後は金目でしょうなどと言ってのける政治を 絶対に許すわけにはいかないではありませんか再稼働反対原発はゼロにこの願いもどうか日本共産党へと託してくださいよろしくお願い申し上げます <laughs> 沖縄では度重なる選挙の結果を踏みにじり安倍政権は新基地建設を進めています普天間基地の移設先が必要だ これが安倍さんの言い分ですしかし、なんで移設先が必要なんでしょうか。あの普天間基地というのは、沖縄の人々が収容所に入っている間に、アメリカが勝手に寄進してしまったんではありませんか。ならば、なんで日本がその代わりを探さなければいけないのか。私は、アメリカに言うべきセリフはたった一つしかないと思うんです。こう言おうじゃありませんか引っ越し先は 自分で見つけて、引っ越し費用は自分で出して、荷物をまとめて出てってくださいというのが、日本政府がアメリカに言うべきセルフではありませんか。沖縄の圧倒的な民意を踏みにじり、基地建設を強行する、これはもはや民主主義の国のやることではありません。新基地建設はきっぱり断念せよ。 普天間基地は無条件撤去危険な軍用機オスプレイも撤去この沖縄の声に応えていこうではございませんか京丹後市の X バンドレーダーも低周波騒音被害や米兵による自動車事故など住民被害も起こっています京都にも沖縄にも米軍基地はいりません基地のない 平和で豊かな沖縄を、その沖縄の民意に、京都から答えようではございませんか。どうかよろしくお願い申し上げます。私、様々お話してまいりました。しかし、小池さん言ってることはわかると、でもちょっと心配なことがあるそんなお話もよく耳にします。中国の動きなどを見ると心配になるんですよと。 こういういお話であります確かに私たちが暮らしている北東アジアでは北朝鮮が核開発に走り中国も軍拡あるいは南シナ海で埋め立てをする日本の領土である尖閣諸島に領海侵犯を繰り返すしかし安倍政権のようにだから軍事的な対応だこんなことばっかりやっていたら いつ何時何が起こるかわかりません大変危険だと思いますじゃあ共産党はどうするんですか私たちは今東南アジアに注目をしているんです東南アジアでは ASEAN 東南アジア諸国連合の下で揉め事を紛争にしない紛争を戦争にしない固い力誓いが結ばれ東南アジア友好協力条約を結び 年間千回を超える会議を繰り返して信頼関係を深めています私たちはこれを私たちの住む北東アジアでも実現したいと思うんです日本中国そして韓国お互いの関係文化的にも経済的にも切っても切り離せない関係ですお互いの関係がどう豊かに発展するかはそれぞれの国の未来にも関わる課題になっています 私たちは今、北東アジア平和協力構想を提唱しています。北東アジアジでも東南アジアのような友好協力条約を結び北朝鮮問題は6カ国協議の共同声明に立ち返って核・ミサイル・拉致問題などを包括的に解決をする領土問題は国際法に基づいて日本の領有権を 堂々と主張するそしてその共通の土台として過去の侵略戦争に対する反省を据えるこれが私どもの提案です韓国の大統領もインドネシアの大統領も北東アジア平和協力構想を呼びかけていますスリランカのコロンボで昨年行われたアジアのすべての政党が参加をするアジア政党会議で日本共産党の 市委員長が提案をし、全会一致で北東アジアの平和協力構想という日本共産党の提案が決議に盛り込まれました日本共産党は国の中でも外でも絶対に戦争しない北東アジアをつくっていく、そのために力を尽くしてまいります、そしてその何よりもの旗印が憲法9条だと思います。 憲法を生かした平和の外交こそ、北東アジアの未来を切り開く、このことを訴えてまいります。どうかお力をお貸しくださいますよ重ねて訴えます。よろしくお願い申し上げます。最後に、政治と金の問題を訴えたいと思います。日本経団連が企業献金集めを再開をして以来、自民党への企業献金は、 昨年度42も増えましたアベノミクスで散々大企業を設けさせ、そこからお金が自民党に回る、企業献金というのは、紛れもない賄賂そのものではありませんかだから、やめるからといって、政党助成金を始めたくせに、全くやめようといたしません。毎年億円が共産党党以外の政党の政 懐へ自動的に入っていく、今年度、各政党にどれだけの政党助成金が配られるのかといいますと、自民党には170億円です、民主党には76億円、公明党には29億円、維新の党には26億円です、身を切る改革言ってるくせに、自分たちは税金付けになってるではありませんか。日本の 政治を腐らせている2つの害悪、2つの病原菌、政党助成金と企業団体献金、日本共産党は総選挙で躍進をさせていただいて、議案提案権いただきましたので、衆議院に2つの法案を出しました、政党助成金の廃止法案、そして企業団体献金はパーティー券も含めてきっぱり禁止をする法案です。 18日には日本共産党が提出した2つの法案の質疑が行われ国田刑事さんが提出者として答弁に立ちました日本共産党が単独で提出した法案の質疑が行われたのは16年ぶりのことでありますこれも皆さんの選挙で勝たせていただいたおかげですどうもありがとうございました引き続き頑張ります共産党以外の政党は 日本には個人献金の文化がないから、集まらないとよく言いますが、文化の問題ではないんです。日本共産党以外の政党は、右手で政党助成金受け取り、左手で企業や労働組合から献金受け取ってるから、文化がないんじゃなくて、受け取る手がないだけの話ではありませんか。共産党によくそんなこと言わずに、もらっちゃったらいいんじゃないですか。 こういういご意見も頂戴しますしかし皆さん、もらっちゃったらおしめよ、<laughs> 共産党よ、お前もかということになるんじゃないでしょうか、大体、国民の税金を山分けして、何の恥も感じないような人たちに、税金の無駄遣いを正す仕事は絶対にできないのではないでしょうか。<laughs> 私たちは、私たち共産党は、共産党を勝たせたい、共産党を伸ばしたい。 思ってくださる皆さんの思いのこもったお金で仕事をしてこそ国民が主人公の政治を作ることができるこれまでもそしてこれからも頑張っていく決意でございますどうかその点では右手も左手も空いておりますのでお帰りの際にはご協力を賜りますよ私からも心からお願いを申し上げたいというふうに思いますさて来年の 参議院選挙ではさらに躍進をさせてください比例代表選挙では全国で8議席を実現するために全国で頑張っています近畿で活動するのは大門三木市議員です皆さん参議院の国会対策委員会は井上聡委員長のもと京都大学出身の二比総平議員と 大門三木さんの3人でやってるもちろん衆議院の国対委員長は国田敬司さん共産党の国会活動は京都の皆さんの京都ゆかりのメンバーで支えられているということを強調したいと思いますそして大門さんはその中でも経済論戦では本当に党派を超えて官僚からも専門家からも 一目も二目も三目も置かれているそういう方であります何しろ義理と人情の渦巻く建設労働運動から政治の場へと登場した情も二もある政治家大門美樹ですどうか皆さんのお力で八議席必ず実現し大門さん引き続き国会で大活躍をさせてくださいますよう心からお願い申し上げますどうかよろしくよろしくお願いします 京都選挙区は大川原敏孝さん原爆症認定訴訟中国残留孤児やシベリア抑留者の国家賠償,賠,賠償請求ジャトコの派遣切り裁判いつも苦しむ市民に寄り添ってきた弁護士活動をやられてこられました秘密保護法集団的自衛権 戦争する国づくり反対のその戦いの先頭に立つ京都弁護士会副会長の職も見事に務めた正義の弁護士です私も1998年38歳の時に医療現場から国会へと送っていただきまして今の大河原敏孝さんと全く同い年の時に国会で仕事をやらせていただきました私も別に医者の道に行き詰まって選挙に出たわけではありません 医療現場の中で、今の政治はおかしい、その怒りに燃えて国会へと送っていただいた、今度は京都選挙区で30年ぶりの連続勝利で、大河原敏隆さんを法廷から国会へどうか送ってください、よろしくお願い申し上げます。どううももありがとうございいましたた最後にに私からも選挙に勝つためのお願いを させていいいいたただきとと思います新聞赤旗お読みでない,という方いいらっしゃいますでしょうかかどうか今日の私の話の続きは、新聞赤旗でお読みくださいますように、心からお願い申し上げます。共産党に入っていないという方もいらっしゃいますでしょうか、どうかこの際、共産党に入っていただけないでしょうか、私たちの力は、一人一人の党員のネットワークです。 一人一人の党員が共産党を語り、政治を語り、人生を語る、そんな中で広げている政党でございます。どうかそのネットワークにあなたも加わっていただけないでしょうか。難しい試験があるわけではありません。この入党申込書に書いていただければ、即座に入党していただくことができる仕組みになっております。どうか皆さん、長いことお話をいたしましたので。 二度や三度は目もあったんではないかな、これも何かのご縁だと思います今、ちょっと目をそらした人あたり中心に、ぜひ日本共産党にお入りいただいて、共産党を強く大きくして、選挙に勝って、戦争する国づくりを止めたと、胸張っているような結果を出すために、どうかお力をお貸しくださいますように、重ねて、重ねてお願いを申し上げまして。 私の訴えとさせていただきますどうもありがとうございましたどうかよろしくお願い申し上げますありがとうございました